出身の元プロ野球選手、宇と右みち。プロフィール上の出身地は大阪府だが、ジップが宮崎スポーツ振興会の職員であることから、実際には大阪府内で出生後に宮崎県内で生活していた。斎藤市立三在中学校時代は宮崎情熱ボーイズに所属。中学3年時には日本代表チームの一員として、 第18回世界少年野球大会で優勝を経験した。中学校からの卒業後に坂口慶造を仕って岐阜県の大垣日本大学高等学校へ進学。一年時の春季岐阜県大会では準々決勝で先発デビューを果たした。二年時の夏に AS として選手権岐阜大会に臨んだが当番試合で序盤に降板するなど本調子に ほど遠く、三回戦で、県岐阜省に敗れた。さらに、二年次の秋に、右股関節痛を発症。周期岐阜県大会や周期東海地区、高校野球大会に登板できず、AS の座を、笠西雄也に譲った。明治神宮野球大会高校の部決勝、東海大学附属相模高等学校戦の9回に、実戦復帰を果たすと、 セットポジションからの投球で2奪三振無失点と高騰。チームも10から9のスコアで逆転勝利を収め、明治神宮大会での初優勝に至った。翌年の第82回選抜高等学校野球大会に出場すると北勝との準々決勝で先発投手として阪神甲子園球場で初登板。9アンダーを浴びながらも、 ホークボールを武器に1失点関東勝利を記録した。高難との準決勝では、先発した火災の後に登板したが、チームは0から10というスコアで大敗した。高校からの卒業を機に、JR 東日本へ入社すると、1年目の春に、ジャバ東京スポニチ大会の日本製紙市の巻戦に、救援投手として公式戦にデビュー。2回1安打4月三振無失点と高騰した。 在籍中には3年間で公式戦14試合に登板。通算で41イニングを投げたが、社会人野球日本選手権大会や都市対抗野球大会の本大会では登板機会がなかった。ただし3年目には9月の JR 北海道戦で6支給を出しながらも飛安打1で完封勝利。読売ジャイアンツ2軍との交流戦では、 入社以来5試合に登板すると、通算8イニングで6被安打5奪三振4死四四球、2失点という成績を残した。1年目の6月には、9円投手として4回を無安打無失点に抑え、チームも6から5のスコアで逆転勝利を収めた。また、3年目の6月に登板した試合では、ストレートで自己最速の時速150キロメートルを計測している。 2013年の NPB ドラフト会議で、中日ドラゴンズから4巡目で指名。契約金4500万円、年俸900万円という条件で入団した。背番号は30。この会議では、JR 東日本でのチームメイトのうち、吉田一章が1巡目で、オリックスバファローズ、田中博介が3巡目で広島東洋カープから指名。いずれも後に入団している。 2014年には、一軍公式戦への登板機会がなく、ウエスタンリーグ公式戦でも10試合の登板で、防御率10.64という成績にとどまった。シーズン終了後の契約交渉では、当時のゼネラルマネージャー、落合博光から厳しい言葉を投げかけられたほか、NPB が野球協約で定める年俸の減額制限を、 翌2015年の年俸に適用することを球団から提示。結局、推定年俸675万円という条件で契約を公開した。2015年にはウエスタンリーグ公式戦14試合に登板。しかし、0勝1敗、防御率8.240と振るわず、一軍公式戦への登板にも至らなかった。シーズン終了後の契約交渉では、前年に続いて、 減額制限一杯となる推定年俸507万円という条件で契約を公開した。2016年には一軍公式戦では4月27日の対横浜 DNA ベイスターズ千七7回裏に登板したことを皮切りに9円登板13試合で防御率2.51をマーク。ウエスタンリーグの公式戦では26試合の登板で7勝3敗。 防御率1.51という高成績を残したことからチームを代表して同リーグの優秀選手に選ばれた。また、入団以来初めての年俸増額という条件で契約を公開した。2017年には一軍公式戦では4試合の当番にとどまったが10月4日の対 DNA 戦で初めての先発マウンドを経験。日本の本塁だと黒星を喫したが 7回に失点と高騰した。ウエスタンリーグ公式戦24試合に登板するとリーグの規定投球回へ初めて到達。9勝3敗、防御率2.10、勝率750という成績で最優秀防御率と最高勝率のタイトルを獲得。日韓スポーツが選定するウエスタンリーグの努力賞や2年連続の優秀。 選手賞も受賞した。2018年には右肩を痛めた影響などで一軍公式戦での登板機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦でも18試合の登板で2勝5敗、1セーブ、防御率5.13と振るわず、シーズン終了後には推定年俸700万円という条件で契約を公開。周期練習からは投球フォームの改善に取り組んだ。 2019年には4月29日の対阪神タイガー,アース戦に先発投手として自身2年不利の一軍公式戦登板を果たした。この試合では6回1失点と好投しながらチームの完封負けによって黒星を喫したが5月5日に堂ド々ードームでの対東京ヤクルトスワローズ戦で再び先発。投球中に 右手親指の皮がめくれるアクシデントに見舞われながらも、三飛安打に失点後脱三振という内容で5回を投げ切った。さらに、2回裏の第一打席に、敵地打で一軍公式戦初安打、初打点をマーク。投打にわたる活躍で一軍公式戦初勝利を挙げ、チームにも令和時代の一軍公式戦初勝利をもたらした。六月十八日の対埼玉西武ライオンズ、 戦でも先発を任されたが、8点を失った末に4回、表一死で降板したところ、三番手として登板した伊藤一式も8点を検証。堂々部の一軍公式戦における1試合最多失点のチームワースト大記録を二人で達成してしまった。一軍公式戦では通算で7試合に登板したものの、初勝利を挙げてからは白星を増やせず、シーズンの終了後には、 フェニックスリーグや台湾でのアジアウィンターリーグに参加している。2020年にはウエスタンリーグ公式戦12試合の登板で防御率2.19という好成績を残した。それでも一軍昇格の機会がなかったことからシーズンの終盤にはこの年限りで球界を去ることを決意。伊藤などと共に11月3日に球団から戦力外通告を受けたことを機に 現役を引退した12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ学生野球社会人野球プロ野球での選手経験を活かしながらスポーツの現場で役に立ちたいとして柔道制服士を目指すことを決意国家資格の取得や2024年以降の開業を視野に中日の保護地域である愛知県内の専門学校へ通うことを 予定していると報道された。学校法人、セムイ学園によるプロアスリートセカンドキャリアサポート制度を利用し、2021年4月から同法人が運営する東海医療科学専門学校へ入学した。また、同年1月には伊藤しきの父親が経営する飲食店、鳥日和マイケ店でアルバイトしていることが、伊藤のインスタグラムで紹介された。 身長1 9 0トル、体重9 5ラムと、大柄な本格はみに腕で、最速時速1 5 0トルのストレートが、最大の武器。スライダー、縦方向のカーブ、フォークボールなどの変化球も織り混ぜる。中日5年目の2018年までは、投球時に踏み出す、左足の膝が早く折れる癖があったせいで、請求に苦しんでいた。クイックモーションが得意で、 中日3年目の2016年以降の実戦登板でもクイックモーションで投げていた。しかし、2018年に一軍昇格を果たせなかったことから、2019年の春季キャンプから19歳以来というワインドアップポジションでの投球に戻している。あちらより、長身の投手コーチの角倉健の助言によるもので、ワインドアップモーションによってボールを離す位置を高くしたことから、 クイックモーションに比べて、投球に角度がつくようになったという。対戦打者に威圧感を与える目的で、中日入団後の2017年シーズン終了後から、顎に髭を蓄え始めると、もみ上げとつながるように伸ばしている。日本人の選手としては、珍しい風貌だが、性格は優しく、報道陣への対応も、非常に柔らかい。春季キャンプを二軍で迎えた2019年には、 宿舎で、ネオ・アキラと同じ部屋を当てられた縁で、高卒新人のネオと親しく交流。ネオに関する報道陣の質問にも、心よく応じていた。あちらという名字は珍しく、日本全国でも10人程度しかつけていないとされる。中日時代の2019年に一軍公式戦で、唯一の勝利、安打、打点を同時に記録したタイヤ・クルト戦では、試合後のヒーローインタビューで、 ファンに向けて、あちらという名前を覚えてほしいと訴えた。もっとも、現役時代にヒーローインタビューへ臨んだのは、この試合が最初で最後だった。2019年には、契約公開後の記者会見で、来年はウィキペディアでの詳細成績が、過去6シーズンより目立つくらいに飛躍したいという抱負を、述べた。しかし、2020年には、本人曰く、 調子の上がる時期が一度もなかったとのことで、レギュラーシーズンの終盤には、首なら、区切りにしようとの思いに至ったという。結局、戦力外通告を受けたこと期に、現役引退を決断。当初は、出身地の宮崎県で、一般企業へ就職することを検討したが、中日での在籍中に、柔道整復師や、同じ資格を持つトレーナーに、体のケアを委ねていたことを背景に、 自身も同じ道で再起を期している。ありがとうございます。